2試合の合計得点で決まるパリオリンピックの出場権金沢市出身の大野博人選手は第1戦で3位に入って残り1枠となった男子代表の座をかけ最終戦に臨みましたこの結果大野選手は準々決勝で敗退6位に終わりましたが第1戦との合計得点の結果パリオリンピックの出場権を掴みました大野選手は 金沢市出身の19歳、8歳でダンスに出会い、10歳からブレイキングンブレイクダンスを本格的に始めました。パリオリンピックでのブレイキングは8月9日10日に行われる予定です。